その男は突如現れた。実験マッチで衝撃の40秒 TKO、 新日本プロレスの超新星、岡智之。世界選手権代表などレスリングでの輝かしい実績を引っ提げ、今年新日本プロレス入団。さらにサンボや柔術など多くの格闘技タイトルを獲得し、底知れぬポテンシャルを見せつけている。そんな岡が持つもう一つの顔、それはアニメオタク。自宅は大量のアニメグッズで埋め尽くされている。よりパワーアップできますよね。格闘技ばっかりやるんじゃなくて、格闘技やって疲れた体心に、まあ、燃えっていう力を入れて、まあ明日も頑張ろうみたいな。オタクの人への印象っていくつかあると思うんですけど、まあ、その一つに、まあ、ちょっと気弱とか運動がちょっと苦手みたいなイメージあると思うんですよね。自分のできることで、その希望とか夢みたいなものを次の世代に渡せたらすげえいいなって思います。The wrestling, no, no punch, no kick, no knee. Win, KO. もちろんもう。対するは柔道大国フランスの秘密兵器、アラン・ボドゥ。身長193センチ。長身から繰り出される投げ技は威力抜群。桜井マッハ隼人に憧れ、日本に移住。日々マッハ道場で研鑽を続ける打撃も強力だ。Saturday night, Ryogoku, it's my place, it's my arena, it's my fight. Coming up next, the Gunryujima Super Fight Match 3. Entering the arena from the Higashikata East Side, please welcome Tomoyuki Oka! でも、もうタオル見てください。あ、これが。あの聖なるタオル。わかんねえな。でも Gunryujima のこの銅、このね、大会儀。いろんなこうスポンサーのこの刺繍とかやっていいんですよね。はい、あの許可取ればいいですね。取ればいけると。だからもう埋め尽くして埋め尽くしてもう見えないぐらいになるんじゃないですかね、金なんか、ね。だからもう応援してくれる方がレスリングを代表し、本人もそうですね。小野選手の入場です。今度は新日本プロレスの長野選手についてですね。あとは北谷会長が。おおおお、はい、なんだ。武士ロードのね。後ろに武士ロードを背負って気合十分、そしておっと何がついてる、新日本プロレスだね。新日本プロレスさ、いろんなものを背負ってますからね。僕は本当ただのオタクじゃなくて、国技の世界でもいろんなタイトル取ってますからね。めちゃくちゃタイトル持ってらっしゃるんですよね。試合あの道場マッチ見たじゃないですか、この間も、はいはい、あの時ももう本当そこを出せぬまま試合が終わったっていう。いや、押しも良かったですよ。良かったですからね。いい感じで押しますし、いい感じで手を出します。圧力がすごい強いんですよ。すごかったですね。だから要は怖いもの知らず、簡単に言えば、そうですね。で、切れたら本当に狙われてたタイプですね。 Please welcome Alan Boulder。楽しみな試合。しかし対するこのこれはあのアラン・ボドゥっていう選手は、はい、キックの選手なんですけど、はい、フランス人でね、サバットっていうフランスの、はい、打撃系格闘技もやってたらしくて、はい、でなおかつ柔道もキャリアがあるっていう。柔道ですか。柔道もキャリアがあるんですよ。だからもうトータルバランスが高くて、しかも日本にね、格闘技留学に今来てるらしいんですよ。はい、でマッハ道場で今格闘技を修行してるっていう。桜井マッハに憧れて今。ガンリュージマスーパーファイトマッチ3。ファイチもいいし、そう、国もいいし。で、あの体格もいいじゃないですか。はい。だから岡は離れてるがプレッシャーあると思います。試される一戦。分かりますよね。ポテンシャルはどこまであるか。岡智弘、
なんだかんだ岡も総合っていうかこういう何でもあるの試合は2戦目ですから、どういう公式的に2戦目ですよ。この間道場マッチがもう初めてですから、はい、いいポテンシャルでしたよ、はい、1試合も続いてましたしね、はい、どっちかというと現役の昔の若い人、うん、あんな感じで前にガンガン行くっていう、なるほど、そういうタイプです。うん、楽しみですよね。この試合はいい試合になると思いますよ。楽しみですね。そして、はい、アラン選手の方がやや身長は大きいですよ。大きい選手ですよ。大きい選手ですね。193センチ。岡、はい、選手も相当大きい印象でしたが、それ以上にある。さあ、来た。この岡が試される一戦。おっと、投げになった。食らいながら前に出る。そして岡が手を出す、打球をするが押し出すか、同体2、ね、人とも落ちてしまった。でもアランのフックもいいですよ。でも、ね、もう下がりながら、ね、圧力いいですね。圧力が強いですよね、はい、でマッハ道場っていうのはね、はい、すごい戦略的で、はい、南竜島用 のルールの研究をすごいやってるらしいんですよね。前に前に出ます、ね、これは投げに行くが、オッカーはもっと上を取れるか、いや厳しいところ、これは場外に落ちた、ね、これは場外の判定ですね。これ場外ですね、はい、でなんかオッカー選手みたいな、なんか現役を見てみたいです。相撲の稽古場見てる感じで、それでも前に出て前に手を出すっていう。いやでもこれアランも投げきりですよ。前進する。これがね、はい、うわ膝、うん、襟をつかみながらの膝一線だが効いた、うん、岡の打撃が入っている、うん、アランが崩れた。さあここでパウンドを取るのは岡、うん、時間は15秒。しかしでこれ今もうスタンドに戻ってます、ね、はい、両者ヘビー級クラスの体ですから、うん、当たったら効きますよね。さあパウンド、そう岡選手はこれ時折立ってパウン、そうですね、パウンド入れてますね。パウンド入れてると、うまく体を使って横から、さあまた立ち上がる、そして膝。さあアランはちょっと苦しい時間になったか。さあスタンドに戻っている、膝を打つだがまた落とす、胴体、胴体だが、ね、ずっと攻めてますよ。うん、本当にお相撲さんの現役の基本動作なんですよ、下がるな、前に出ろ、で押せ、手出せ、それは基本です。これ、なんか頭になんかちょまげてたらそのまま現役ですよ。極道山さんにしてそこまで押せる。さあ、突っ込む、これは滑っているが、まあ、胴着持って今ね、引っ張り込まれましたけど、前に出る意識ありますけどね。なぜ今まで、あの、はい、この中滑るんですよね。はい、下滑りました霧の中は、ね、もう水蒸気でぬるぬるなんですよ、この中。でもそれが怖いから下がりたくないという意識もありますけど、ね、しかしもう岡は押し出し体勢に入ってる。あ、しかしアランが上手いですね。アランもね、上手いんですよ。アランが引っ張ってこう、もう胴体したいっていう意識あります。パワーでは押されていても一、うん、人では落ちないこの技術、うん、そうそう、でもね、これね、例えば崖で相手を押し出そうとしたときに、はい、いや引っ張られたから落とせなかったよって言い訳通用しないじゃないですか、はい、落とされようとするやつって引っ張るんですよ、はい、それでも一人だけ落とさなきゃいけないっていうのが岩流島です、ね、なるほど、そこも技術、岩流島の技術になってくると。さあパウンドを取っているのは岡田がうまく足を入れる、お、下から殴る。さあ今の岡の顔が少し変わりましたね。変わりましたね。この野郎って、お前今止めたのにやりやがったな、どうなるか。フック大振りだったが岡は避けている。後ろ取っている、足を取って落としにかかるが、アラン場外、ね、これは場外を先に判定。さあしかしこのアランドル相当バランスがいいですね。アランドルバランスいいですよ。やっぱこのバランスの良さは柔道だと思うんですよね。柔道仕込み。さあここは落とした、転落、転落一つ。しかしこれ1ラウンドはもう時間がないか、間に合うか、岡、うん、もうこれ1回目ですからね、はい、いやしかし来たぞ転落ですよ。転落、岡の体が赤ゾーンに残ってるからね、
これを岡選手が一気に馬力を出してきた。怒りましたかね、さっきのやはりバウンドの下からのやつで。いやー惜しい。でもアランド選手結構体力奪われてますね。そうですね、はい、まあ、これやっぱ下に落ちると相当体力消耗するらしいんですよね。しかしこれはアラン選手としてはうまく時間を稼いだ。そうですね、相手を引き込んだのが功を奏して、この安らぎタイムできますか。安らぎですね。安らぎタイム、あーなんか安らぎタイムいいですね。ちょっと飲みますか、必勝ジュース必勝ジュースを。そうですね、うん、猫さんを映してほしいよな。おいしいな。安らぎましょう。でも美子さんファンでいてもいいですよね、はい、選手のファンもいれば、うん、そうですね、美子さんファンも、はい、選手映すのもいいけど闘技場落としてって、はい、さあこれは岡選手側のセコンド陣はどういうアドバイスが入りましたかね。多分あの組んでいけっていう風な指示を出してると思うんですよね、うん、さあ対するアラン選手は立ち技勝負ですか、それともこのまま組み合ってパウンド勝負ですかね。アランは打撃出してくると思うんですよね。打撃、うん、ただその押し出しをどう防ぐかっていうのを指示を多分もらったと思うんですけど、このどんどん押し込んでくる他の馬力、さあパンチはやはり出る、ね、しかし懐に入る、うん、この岡右差してカイナ返してます、はい、でそこで岡相手ね、これなかなかできないと思うんですよね。できないできないです、ね、お投げに来た、しかし岡手ついている、うん、まあ小手投げしたところを、はい、本当にこうカイナ返して、うん、忘れちゃう。だからだいぶ消耗してますね、アラン選手もうヘロヘロになってます。あ滑った。だやっぱりこう足がちょっと、はい、弱くなってくると滑るんですよ、うん、まあ下が滑りやすいってのはみんな当たり前ですから、そうです、ね、両者そうですよね。だそこをこう行くっていう、さあまだしかし手を出す、膝を出す、おっと吹っ飛ばした。これうまいよねやっぱり。女はよかったですね、うん、片足残って、うん、あわよくは岡が岡を落とそうというそうですねアランの動きでしたが、うん、これ2ラウンド1回目ですよね、はい、もうなんかヘロヘロですね、原選手、うん、こうなると岡選手としてはやはり転落で、ああ持ち上げてる持ち上げてる、あなるほどなるほど、持ち上げて場外ラインのあたりもう自分は着地するんですね、先に。それによって胴体を免れて一方的な転落、本当順応してますよ、順応してますね、引っ張り込まれないように。いや打撃の対応もね、岡できてますよ。足を取って落とした。もうこれで3回目、この突進力を生かして、だってこれ崖から落ちたわけですから、ね、そうです、はい、あでもカットしてますね。おっと血が出ている、流血している岡、気合いの入ったこの表情、193センチのアランドル、この選手を打撃、はい、よく入れてたんですけどね、はい、膝とパンチをね。アラン選手はどうやって勝つかというと腰を下ろせるんですね、腰が高いから持っていかれるんですよね。そこを気づけば巌流島ルールにまだ適合できる、うん、この、まあ、一つ巌流島の特殊なルール、はい、押し出しと転落というものがある中で、はい、その押し出しに至る過程、はい、そしていかに転落しないか、いかに引っ込むかというか、うん、その部分の駆け引きが詰まっていたような、そうですね、試合になりましたね。だからどっちも分かってたような気がしましたね。だから高川かもしれないけど猿だったんですよ。だって崖から落ちるんですよ、そのエイリアから落ちるわけじゃなくて、その参加をしたら何が起きるかって負けだっていうのを認識すれば落ちたくないっていう転落をしよう意味する。そうです。相撲の世界でそうです。ほら、いい顔してる。気合入ってますね。見ろ見ろと。
俺はここから来てんだぞアピールして、その通りです。このタオルがこれ、はい、あれですか、ラブライブ、これはあのミルキーホームズというですね、ラブライブとは別に岡選手のまた違うんですか、ソウルアニメーションが、あ、ソウルアニメーションなんだ、はい、これの先輩が俺はもう入院してるもん、他にはやっぱり期待できますよね、期待できます、いろんなもう負けたらじゃって、もう負けてますからね、うん、そうですね、これ磨いたらもっといい選手になりますよ、うん、